朽ちゆく大樹とそこに救う害虫、己を歪めて権威を手にした宦官たちには時代の狭間で官室にすがりあがくしか術がなかった。中平6年、皇帝を宦官の手から奪還するため二人の英雄が立ち上がる。だがこれも次なる歪みへの前奏曲に過ぎない。家臣、我らはおとなしくやられたりせんぞ。中将姫、逆に我が命を狙うとは。十条寺と家臣が共倒れになる。帝も何もかも全て思い通りじゃ。十条寺に罪を着せ家臣を討つのじゃ。の始末じゃな。さっさと朝廷を手に入れるぞ。董卓、貴様の好きなようにはさせんぞ。朝廷のおそばにふさわしいのはこの私だ。帝の御前で何たる勝手な振る舞い。どなたを重用するかは帝のご意志です。間に合ったようだな。朝廷の救出を急げ。まだ遅くはないぞ。朝廷をお守りしろ。これは洛陽の大事、朝廷をお救いするぞ。もはや逃げるしかあるまい。私の力は下船が寄ってたかって邪魔しよって。このままでは朝廷のお心がかかったな。その馬車はおとりよ。まんまとおびき寄せられた。馬車は遅いよ。引っかかりよったな。
アホ、雑魚がわしの手柄を盗むな。このままでは朝廷を奪って逃げるぞ。我らの野望が無念。権威にこびて己を捨てたゴミが。控えよ下郎、貴様ごときが帝に触れるなど許されん。鎖掛けの監視いたかるハエが。天使の権威はわしがいただく。古き名族など今日でしまいじゃ。監室にうごめくウジ虫どもはわしが踏みつぶしてやった。執念だけは人一倍の虫けらどもめ、わしの手を煩わしおって。じゃがこれでわしの天下が近づいたぞ。がぜんやる気が出てきたの。わしの主治肉林の夢、あと少しじゃ。